小学校の頃の私はカマキリやジュウシマツ、カエルなどに催眠術をかけて遊んでいるような子供でした。将来は超能力者か宇宙人か催眠術師になりたいと思っていました。私は渋谷区の小さな商店街で生まれました。父方の祖父は自分で作った靴2足で靴屋を始め、5軒の宇田川靴店を開業するまでになりました。母方の祖母は神田の老舗のうなぎ屋で食べた味の記憶を持ち帰り、60年今も続くうなぎ屋を作りました。私ラーメン屋になる、俺おもちゃ屋やる、そんな夢を持った人たちが集まってきて、お互いがお互いの夢を叶え合うような、そんなあったかい街で私育ったんです。高校2年の時に私クールスっていうバンドに出会い、憧れてみんなの前で俺バンドマンになるって夢を伝えました。その途端に街を歩いても、お兄さん僕らと一緒に踊らないとか、俺とバンド組んでくれないっていう人が、全然知らない人が声かけてくれるようになったんです。そして私は自分のバンドを持ち、そしてクールスの写真が撮りたくてカメラマンになるって宣言した途端に、年間200バンドの撮影の依頼が来ました。それから私は撮影しながら技術をどんどん磨いていきました。そして子供の頃の夢だった催眠術師になりたい、そう思い勉強し始め、スクールまでやるようになりました。でもやっぱり催眠術が世の中に受け入れられることが難しいんじゃないかなっていう思う自分がいました。そしてそのことをあまり伝えることができずに、好きな人たちだけが私のスクールを受けてくれるような、そんな状況でした。ある飲み会の余興で催眠術師を呼ぼうっていうことで私呼ばれました。そこで聞いた話が、あなたのビジネスも1000人の前で話しませんかっていう話でした。私のビジネス1000人の前で紹介していいんだ。最初の年は私セミファイナルトップ通過でしたが、決勝で惜しくも敗れてしまいました。次の年もまたトライし、予選トップ通過からの優勝を勝ち取りました。どんな人のビジネスも、私これやりたい、俺これやりたいと宣言する力、言葉にする力を私はまざまざと感じました。実は私は2年半前までは全く人前で喋ることができませんでした。人前に出ると頭が真っ白になってしまったり、緊張して言葉が出なくなってしまったり、でもこのプレゼン大会には養成講座がついています。この養成講座は私の一生の財産になりました。声の作り方から喋り方、ステージでのあり方、プレゼンの文章の作り方から構成まで養成講座でお伝えしています。800人の前であなたの志からのビジネスを宣言してほしい。世界を変える舞台がここにあります。優勝後のセミナーには150人の参加者が来ていただきました。このプレゼン大会でのテーマであったお母さん催眠術師が世界を救う、お母さんたちが催眠術を学びに来てくれています。あなたのビジネスを世界に発信する舞台を提供します。あなたの志からのビジネスを言葉にし、宣言する素晴らしさを伝えます。一生もののスキルがこの養成講座で身につきます。あなたのビジネスが
世界に発信された時、それを伝えるのが志ビジネスプレゼンテーション大会。世界を変える舞台がここにあります。